はい、どうも、かばったです。羽賀龍之介です。三大龍スタジオ第10話です。ついに来ました。久しぶりですね。うん、会うの久しぶりですね。はい、今回記念すべき第10話目ということで、めちゃくちゃ路上じゃないですか。初めてリモートじゃないという、もう俺と龍之介が2人でオープニング撮ってるってことは、うん、またドッキリ。そうなんですよ、野井先輩に。はい、視聴者さんも気づいてると思うんですけど、ドッキリなんですよ。さすがに怒んじゃないですか。でも聞いてください、今日は失礼なドッキリはやめようかなと。今回は、はい、七戸龍をとことん気持ちよくさせようと思います。なるほどですね、なるほどですね。あ、いいじゃないですか。はい、うんうん、今から3人でご飯食べるんで、はい、まあ、それを三大龍スタジオ10話ということで、まあ、七戸先輩にももちろん伝えてるんですけど、今から僕と龍之介で七戸先輩にプレゼントを買ったりとか、おー、ご飯食べながらトークも取っていくんですけど、はい、とりあえず気持ちよくさせる。褒めればいいんですね。そう、褒めまくる。褒めちぎってください。もうちぎりまくり。わかります。ちぎりまくるわかる。そうそう、褒めればいい。はい、あんまりうろちょろするとね、お前背高いんで、あの、見られるんで。いやいや、だいぶ見られてますよ、うん、通行人の方々に。無印良品縛りで今から無印に行って、篠野先輩これが欲しいんじゃないかっていうのをいっぱい買って、はい、それを店でちょっと、話してお渡しする感じ。そう、お渡しする感じで行きましょう。それは誰が払うんですか。俺が払うんですか。いや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 。お願いします。そこだけはしっかりやってください。マジで。よろしくお願いします、はい、無印で今プレゼントを2つずつ買いまして、龍之介さん、ケーキを買いに行きます。うん、ここや、ここや、ここや、これ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 、これ、高野、高野さん、すごいじゃん、入り口。高野さんで、高野さんちょっと高いんで、あの、僕たちは我慢です。じゃあ俺買いますよ、はい、ケーキは。ありがとうございます。すいません、なんか、メダリストにそんなことさせて。いいの買いました。プチハピネスってやつか。はい、お店に着きました、ここのお店はですね、ハヌリさん、はい、韓国料理のハヌリさん、新宿三丁目店かな、なんですけど、ここでちょっと今日ね、撮影させていただくということで、撮影許可取ってます。珍しく。はい、でも本当お世話になってるお店ですね。はい、七戸先輩のことなんでちょっと遅れるかもしれないんですけど、多分あと10分ぐらいしたら着くと思います。ここ2人でいたらもういろいろ疑うから、はい、一回下で待ち合わせってちょっと連絡してくれ。OK です。じゃあ下行きます。僕はい、警戒心の塊やからな。で、そんだけハマってるからね、うん、あ、じゃあちょっと龍でいい下で、はい、で、あの、プレゼントも、うん、あの、一緒に買ったってことは全然言わないでください、うん、それなんかやらせみたいになるから。いや、やらせでしょ。どうです。あ、お疲れです。お疲れです。あ、お疲れ様です。リスマイ三大流スタジオ第10話です。よろしくお願いします。お願いします。で、今日は記念すべき第10回ということで、うん、リモートじゃなくて、うん、こうやって実際にお会いしていろいろ話していこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。僕です。はい、そう、匂い嗅ぐ。なあ、YouTube 開ける前からビール飲んで。うわぁ。やばい、やばい。ぶっ飛ぶ。ぶっ飛ん、絶対うまいっすよね。しかも周りが飲んでないっていうのもいいっすよね。あ、それがいい。快感。あの、Netflix で韓国ドラマにハマってて、うん、もう韓国の料理とか、あの、もうその映像めっちゃ見てるわけですよ。うん、でも、ちょっと楽しみなんですよ。じゃあ、シャミスル飲めばいいんじゃないですか。いや、シャミスル潰れます。シャミスル潰れます。絶対出てるでしょ。いや、シャミスルしか出てこないよ。5本ぐらい食べてもいいです。シャミスルしか出てこないんだけど、あの、一番危ないんだよ、あれ。あれでしょ、イテヨンクラス見てるんだっけ。イテヨンクラス見て、イカゲーム見て、うん、愛の不時着終わりました、昨日で。終わったんだ。はい、不時着したんだ。不時着した。ちょっと、リュウ先輩にちょっと今日プレゼント持ってきて。マジで。はい、いいっすか、ちょっと。変な問題。いや、違う、本当に。ちょっと正直ね、9話まで結構ドッキリとかけてたじゃないですか。
正直申し訳ないなと思ってるんですよ。絶対持ってないけどな。で、ゆう先輩に今日プレゼントっていうことで、はい、マジで、はい、ありがとうございます。もうぜひ開けてもらって、はい、いやいや、その変なものじゃないんで警戒してるけど、いや、本当に必要なものです。あ、本当に、ゆう先輩が必要なものです。あ、いいじゃないですか。タンポはい、リュウ先輩、あの冷え性じゃないですか。ああ、まあ冷え性やな、はい、なんで、まあそれ聞いてたんで、その冬はここにお湯入れて、温めたら、あのガッと寝れるんで。ありがとう。はい、いや、その全然気付かなくていいです。ここから入れるタイプ、これ。そうです、そうです、そこから、そこしかないんで、入れるとこ。どこにすんの、これ。どこお腹とか、あ、それはやりながらなんですか。違う違う、布団の中に入れとけば布団全体が温まったりとかするから、うん、寝る前に持ってくと。本当にいいです。マジで、これは申し分ないです。ありがとう、うん、ちょっと後で送っとっておるのに。いや、ちょちょちょ、持って帰ってください。持って帰ってください。せっかく買ったの。重くない、結構。いやいや、重くないです。お願いします、カバンに入れて。あ、まずは、はい、私はハラミ。あ、ハラミ。ちょっと俺やかしてください、今日は。リュウ先輩、ありがとうございます。はい、龍之介はもう最近は練習トレーニングばっかり。そうね、うん。次試合いつなんですか。年末、全日本。全日本選手権、年末なん、また12月20日。26、12月26日に全日本選手権。なんで龍之介になるの。なんで、え、無観客かな。どうなんですかね、まあ、え、マジでそれ有観客やったらマジで楽しみやねんけど。こんな10、すごい、え、これ何ですか。あ、僕頼んだんです。あ、頼んだんすか。ご飯ってつくんですか、選手。あ、ご飯は自分でお願いします。ああ、そういうことか。飯、はい、ちょっと飯作ってください。ちょっと待っててください。え、ここにいる人、僕食べます。じゃあ2つですね。ありがとうございます。キムチとかありましたけど。あ、食べたいです。はい、わかりました、行ってきます。すいません、こういうのしかなかった。はい、ありがとうございます。あ、来てる。どうした。あ、これワンプレートでこうなってんすか。いや、違う、お前入れてきた。オムニバス。オムニバス。オムニバス。YouTuber。11話、ゲスト誰か呼びましょう。なんかいないですか。こう、みたいな。これいいんじゃないかっていう。柔道選手、やっぱ柔道選手の方がやりやすいかな。翔平は翔平。あ、うん、出てくれるんじゃないですか。無理か、大野翔平。何回か LINE してるんですよ。はい、全部断られてますね。本当、うん、続けるっしょ。マジで、はい、ブロックされてないですか。ブロックはされてない。あ、じゃあ大丈夫じゃないですか。結構レッド早くて、大野選手、うん、でもなんか、無理みたいな。いいそう。長瀬は。あ、長瀬選手、いい。後ろ高典ちゃんは。高典さん、いいっすよね。うん、長瀬は話したら面白いし。いや、長瀬選手、いいな。龍呼んでくださいよ。わかりました。いいっすか。うん、昨日さ、うん、生まれて初めて食事されたんや。食事されたんすか。何ですか。普通に歩いてたら、警察3人いて、はい、すいませんみたいな。何してるんですか。何時、何してるんですかって言われた。まあ、夜深い時間ですか。いやいや、8時ぐらい、7時か、何してるんですかって言われて、いや、普通にあれ家帰ってますはい、免許証見せてくださいって。いきなり、うん、あ、ありがとう。あ、はいっつって、はい、渡して確認、なんか若い警官2人とちょっと上司みたいな人がいて、はい、後ろに、はい、でちょっと免許証見せてくださいって渡して、確認してきますって言ってパーってどこ行って、はい、で残った人に、何確認するのか、はい、いや、免許証偽造じゃないから確認です。フェイスが、そうそうそう。あ、俺めっちゃ免許、
先月10月頃誕生日やるが更新したばっかで、余計怪しいっす、ね、そうだからめっちゃ発行したの最近やん、ね、あっ、それ疑われるやん、その入国いきなりしてきて偽造したんじゃないかって、そうで、やばく全く焦ってないけど、ああまあまあ分かった、でもなんかオーバーステイみたいなって思われたんじゃないですか、ビザ取ってないやろこいつみたいな、うん、分かんないけど で名前見たら七戸龍、そうで、なんて読むんですかって言って、いや七戸ですって言ったら、後ろのちょっと上司っぽい警官の人が来て、はい、七戸さんじゃないですか、あ、知ってたんですね、そうよかったっす、ね、柔道の七戸さんだって、若手みたいな人に、知らんのかみたいな感じで言ってくれて、七戸さんすいませんみたいな感じで、うわもうドラマや、そうあ、いや全然問題ないです、ね、部下が知らずにお前誰に口聞いてんだみたいな、そうって言われて、あ、全然いいっすよみたいな、調べてくださいって言ったら、いやいやすいませんね本当みたいな感じで言ってくれて、でちょっと話してたんですよ、最近どうなんですか柔道、最近どう、いやなんか柔道とかこう最近こう練習できてるんですか、コロナでね、そうで警視庁とかも、ね、あんま行けないんですよ、話してたら、最近あれ見ましたよ、頑張れ川端とか言い出して結構ね、いろいろ間違えてるよみんな、それどんまいですって言って、あ、その YouTube 見てくれてるんですね、そうサトルさんです、え社長からですか、はい、いやいいっすいいっす本当にもう大丈夫です、いやいやもうそんなもう申し訳ないです、いいですか、ありがとうございます、いや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 嘘です嘘です、めちゃくちゃ笑いのこと言ってるな、いやいやそれいやもらいますよ、ありがとうございます、ネタなんでびっくりした、じゃあ僕からも順番にプレゼント、なんで何も用意してないの、いや、いいっす、やろう、無印やん、見覚えのあるプレ一緒やん何でもあるんで、無印はなんガチで今のプレゼント、え、ガチ、あ、またさ、さっきのお詫びっていう形ではいはいはい、リオなんなんそれ、いや、最近なんかまあ前も一緒だったじゃないですか、ご飯のやつお世話になったんで、家族とかも、え、お前そういうのできんねんな、できないやつみたいな感じ、ナスとかあ、これいいっすか、あ、いいでいい、え、な、マジで無印、え、何これ、先輩も無印ってびっくりしました、ガチか見覚えあるな、めちゃくちゃ重いな、この展開やらせみたいなんな、はい、こんな無印一緒やったら湯たんぽとかやれば全然いいと思う、え、なになになに、これディフェンザース部屋のなんかアロマみたいな匂いだ、うわ、めっちゃいいやん、やっぱり枕元とかに置いて見てください、それめっちゃ俺癒やしたいの、どうしたの、はい、いや、なんか大体食事とかするときってみんな手土産みたいなの持ってくるじゃないですか、だからそれ、その一つで俺は普通に買ってきただけです、マジで、はい、え、お前、無印やっぱ好き、はい、うん、で、これは川先輩に T シャツ、え、俺、はい、いいの、はい、どうぞ、ガチ、はい、これ優しいな、ありがとうございます、え、いやいや、あ、開けていい、あ、全然開けてもらって、肌着は、え、は、肌着じゃない、見して、あ、そう、いいやつや、めっちゃいいよね、これ、ね、これいいやつや、これ XL だったらちょうどいいっす、いや、でかいし、いや、オーバーサイズみたいな、いや、めちゃくちゃ V ニックやし、肌着やし、着てきてって言ったら、ほんと飯食うの久しぶりかも、3人で、確かに、ダンサーしかも長袖の方なの、そうは良くない、サイズ、いや、サイズとかじゃなくて肌着ない、これ良くないですか、良くないですかじゃなくて、9000倍まだちょっとプレゼントあって、うん、これはあの帰って開けてくださいと、今開けなくていいんで、これ龍之介と僕からなんですけどえ、はい、送ってもらってやるとマジ、いやいやダメです
あの龍之介と僕が、うん、あの前からね、うん、龍先輩の奥さんに、うん、なんかあげたいなって言ってたんですよ、うん、LINE で、うん、で本当に2人で今日連絡取り合ってこれ帰りに行きますみたいな感じで、すごいいいと思います。ありがとう、はい、奥さんに、まあ、龍之介と僕から、うん、ありがとうございます。 いつもなんかその夫が動画でボコボコにされてるんで、ボコボコにされてるだから俺めっちゃ癒やそうとしてくれてあ、はい、結論、今は部長からのサービス簡単にせよ。はい、これなんすか。簡単にせよですよ、部長から、部長から、サービス、あ、サービス、社長からの、あ、ありがとうございます。いやいや、すごく社長から、社長からです。あの、ただってことですよね。はい、はい、あの、ハヌリ来るときさ、今後さ、うん、3人で来るときさ、何も頼まんとかへん。マットと社長、ありがとうございます。もちろん生のエビ卵、うーん、ドンマイさんが言ってたら三毛先輩に言うんじゃないですか。何ですか、これが三大竜に欠けてると思うんですよ、社長が。そういうこと、三大エビ滑ってるで。いただきます。今尻尾取って、はいはいはい、つけて、結構つけた方がいいよ。そう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 、つけて、うーわー、喜ぶわ社長。社長喜んでるわ。味噌うまい、うまい、社長喜んでるわ。すかさずその卵もいった方がいいな。これうずらの卵でしょ、エビの卵。あ、ほんますか。あ、エビの卵じゃないですよ、それ。エビ卵この中だったらえらいことですよ。あ、そうか。でも美味しい。うまいですか。そのめっちゃ美味しい。そのまま全部いってください。いや、一個ずつでしょ。三大エビでしょ。うん、うわ、美味しいです。ありがとうございます。社長、喜んどるわ。体いった方がいいですね。うまい、うまいし、うまっ、うまいんや、やっぱり。その流れで、そのもう一個言っていいっすよ。ええ、それなんすか。キキ、ありがとうございます。キキ、あ、ありがとうございます。これお前やろ。流星前に。ガチ。すやがって。いやな、お前。マジ？え、マジ？なんで？お世話なってる。お世話なってるからケーキくれんの。マジで？怖いって。しかもこれ高野フルーツのむちゃくちゃいいやつじゃないですか。え、かけた方がいいってこと。もう上げちゃってください。もう食べた方がいいかもしれないですね。マジでケーキですもんね。なんか全面的に俺癒しに来てない。癒しに来てないってなんだ。流行語狙ってるやろ。癒しに来てないって。いや、取れんやろ。粋やなお前。この誕生日でも何でもない時にプレゼントするのがやっぱいいんやろ、はい、お前的に。絶対予期せぬことだからですよ。まあそうやんな。ガチのやつやん。え、ほんまに1個しか入ってないんですか。ほんまに1個しか入ってない。うわ、粋やな。え、なんて書いてる、なんか、どんな感じですか。いつもありが…え、すごい、これ見てください、これ全然見えないよ、これ、いつも全面的に癒しに来てるやん。え、これおはようございます。いやいや、いつもありがとうございます。なんか、いやいや、俺からじゃない。お前言えよ。いやいや、言わないでしょ、いちいち。そんなありがとうございます。いえいえ、マジか、やられたわ、これ。また会いましょう。やっぱこんだけお世話になってるんでね。ちょっと取りに行きたいっす。いいっす。これ、お前、プラマイで行ったらまだ前やで。あ、もうしときました、会計。
拝見しました。はい、マジいいっすか。今日はもう、あの喜ばしたよ。最後の最後まで癒しに来る。いや、そうです、もう終わってるんで行きましょう。マジ、はい、ありがとうございます。ちょっと待ちましょう、ここで。うっす。じゃねえわ。お疲れです。うっす。まあ、今日はいいっすよ。え、払ったんちゃう。はい、払ったんちゃう。え、払ったぞ。払ったんす。いや、俺払いましたよ。え、何してんの。いや、あの、一緒なんで。迫れたりどうですか。あ、どれ一緒。いや、これピークやん、ここも。これあとこんなぐらいしかないでしょ、どうせ。そうそうそう。三大流スタジオ第10話ありがとうございました。ありがとうございました。ね、次はリモートで。次からリモートで、はい、次からまたリモートが始まるんで。あ、で、20回目また会って。20回までやるの。はい、20回までやるの。 YouTube が終わるまで、 Google が潰れるまで永遠に続いていくんで。マジ。はい、じゃあ次、三大流スタジオ第11話まで、楽しみにしててください。本日ありがとうございました。ありがとうございました。